さよならをするためにという歌です。ビリー・バンバンさんのね、1972年2月10日発売、この同じ年にね、紅白歌合戦にもね、この曲で出られてます。はい、日本テレビのね、三丁目四番地の主題歌で、だったそうですね。はい、ね、高校のね、あの音楽の教科書にも掲載されてるらしいですけどね、いいんですかねこの歌そしてこれはですね、石坂浩二さんが作詞、坂田あ、ね、これは圭一かな、はい、が作曲ということで、石坂浩二さんはね、皆さんご存知のようにね、俳優でもありタレントでもあってですね、作詞もされてるんですね。はい、俳優としてはね、私ね、あの最近よく見てる相棒というねテレビ番組がありますけども、その中でこう重厚な役をね、あの演じておられます。この歌ね、たくさんの方がカバーをされておってですね、読み上げますとですね、青い三角定規、先ほどの、天地真理、イルカ、岩崎直美、小柳ルミ子、酒井正明、ザ・ピーナッツ、沢田千佳子、島倉千代子、高田瑞恵、チェリッシュ、中森明菜、倍賞千恵子、松山千春、桑田佳祐とかね、たくさんの人がカバーをしているということは、素晴らしい曲だったというんですね。皆さんがね、歌ってみたいなということで、今日ですね、しゅうちゃんがその中のカバーの一人に、あの付け加えられるということで、はい、大変光栄だと思いますが、さよならをするためにビリーバンバン。するためにね、
いい歌ですね。はい、ありがとうございました。